ひろきお疲れです。お疲れです。今回のテーマは、じゃじゃん、遊び。子供の頃、よくやってた遊びとか、まあ流行ってた遊び。まあちっちゃい時期から教えてもらおうかな。缶蹴り。缶蹴りね。缶がない時とか、あのマンホール、公園のいい感じのとこにあったんで、それを缶蹴りもどきみたいなのとか。蹴られへんけどな。踏むんすよ、マンホール。ああ、じゃあ、じゃあ、あれってだから鬼助けるとき蹴るやん。蹴って転がってまたこう取りに行って、踏んだらいいんですよ。こう取りに行く間で逃げるんじゃなかったっけ。いや、それぞれ最初じゃないですか。うん、でもなんか あれ最初だけやったっけ。あ、そうじゃないっすけ。あれ助けるときパコーンって蹴るんじゃなかったっけ。あ、助けるときは鬼が踏むんやろ。こうやって一回逃げるじゃないですか、みんな逃げるやん。で、捕まえるときに鬼が先に踏めば、その人はなんとかってアウトで、鬼が踏まれんかったらまたみんな逃げれるっていう。あ、じゃあちょっとルールちゃうわ。かもしれないですね。うん、缶蹴りはその決闘時に逃げるやつですよね。うん、多分じゃちょっと違うかも。ちょっと違うわ、俺と俺の時代と。いや、でも自分もあんま変わんないですけど。流行ってたゲームとかなんかってあるん。ゲームじゃなくて。ゲームは結構でもしてましたね。あ、家でも遊んでましたよ。64とかしてましたね。64ってわかります？ 64？え、わかんないです。わかんないですか。あー、わかるですよね。あれ絶対わかんないじゃないですか。あのスーファミとかは多分自分らより多分ちょっと前ですけど。スーファミはわかるよ。の次あとぐらいですかね。正式名なんていうの。え、64じゃないですか。任天堂64ですよね。64は結構小学生の時はしてましたね。どういう遊びができるの。どういう遊び。あの大乱闘スマッシュブラザーズとか知ってます。俺それ64知らんのにわからんやろ。マジっすか。うん、でも64と言ったらそれっすよ。あ、みんな知ってんやん。もうめっちゃみんな知ってるやん、ね、それが Wii とかでも新しいゲームとかになっても、その大乱闘スマッシュブラザーズ続編みたいなが出続けてんねや。ですけど、そのいっちゃおもろいのはその64の時代のがいっちゃおもろいっす。へー。小学校の時に学校の中で流行ってたこととか、はい、休み時間にやってたこと、授業と授業の合間の短い5分休憩とかってことですか。そんな記憶あります。あ、めっちゃ、ね、その小学生の授業と授業の間の記憶とか。あるよ。マジっすか。中学生ぐらいになったら何しよったかな。何があります、中学生って遊びとか。中学校になるとちょっとね、トランプとかで罰ゲームみたいな決めてやったら弱してましたね。大富豪とか、はい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 、めっちゃ流行ってました、その時。あと中学とかなんかダムの、この水が溜まるとこ、おお、分かるよ、に飛び込んでました。へえ、川がこうビーってあるじゃないですか、のその先にダムがあるんやろ。そう、そのもう奥がダムで、こう川続いてて、ダムが先ね。そうそうそう、ダムの下のなんかまあ水が溜まるとこみたいな。ああ、はい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 。で、その橋の上じゃないですけど、そこから飛んだりしてました、ね。へえ、やっぱそういう水遊びが。そうですね。好きやったよね。はい、遊んでましたね、みんなで。なんかグループみたいな作るじゃないですか、やっぱ。まあ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 、できるできる。18人とかで集まって。あ、でも野球とかもしましたね、中学の時とか。あ、中学の時に。はい。へえ。サッカー行く前に野球したり。そうそう。はい。で、普通に野球もできるし。まあ、それなりには。ああ。でも球技は結構できなくはないですね。ああ。だから、あの愛媛の時に、農会あるじゃないですか、終わる時に、その時にみんなで野球大会しました。そうなん。楽しかったです、久々やると。へー、できない選手もいるんじゃない。いや、まあそれなりに、それがまた面白い。そう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 。あー、なるほどね。な感じでしたね。うーん、今日のキーワードは字です。チャンネル登録よろしくお願いします。